ポン、パンポン。この動画には、以上の要素が含まれています。ご理解の上、視聴してくださいね。よう、毎度どうも、ゆっくりマリサだぜ。毎度、アインです。解説役の達也です。前回雪山の湖で預言者に会ったところから続きです。会うだけ会って戻りましたけどね。ここまでいろんな冒険をなんて言われたら戻らざるを得なかったぜ。なんというか申し訳ない気持ちに。というわけで、城塞に戻っていろいろやって迷宮コースかな。料理の卵出過ぎ問題。箱からも出てきましたもんね。お、鉄材が増えたのでここらの強化もできますよ。とは言っても、他の素材で止まりそうでもあるよな。弓と毒矢はせっかくなので、優先で強化ですかね。ああ、なめし側か。これも宝箱さんでしたっけ。ああ、使っちゃうのか。あげると決めた武器は躊躇なく行きましょう。で、こっちにもなめし側いるんですねー。こりゃ思ったよりも素材不足がすごいな。低レベルの子を上げるときに裏で集めておきましょうか。ドロップするのがいればな。それはありますねそんなわけで、少しレベリングをしてきて平均15レベルになりました。これで編成も気分で変えやすくなったな。で、チャンピオンに挑むんですけど、ジャーナルを見ていて火力がありそうな子を。ほう、マンチコーブか。ジャーナルのステータスが結構偏った性能だったんですよね。で、お名前ですけど。末期。末蔵かな。机の末蔵人形と目が合ったもので。おお、オーラムテールもなかなかイケメン。え、マウントってありましたよ。しかし、たまにアビリティで効果は同じでもスキル名違うのがあるよな。ああ、確かに。モグワイのスノーボールもフリーズと効果は同じですもんね。マウントが気になったので。ここで見ると可愛い顔してんだけどな。お名前はテルムーン。ドラクエとかでありそうだと思った。で、ギミック解除に必要なので水書つむりも。お名前はムイムイ。今回安直すぎないか？そうですかね。で、全員15だからレベルが2下がって13か。スキルはこんな感じです。すげえ魔法タイプ。珍しく雷系もあるので、一雷の2系統でいこうかと。ほう、このマナバッパーって面白いな。消費マナが大きいスキルもためらわずに使えますね。そういや感電ってどういう状態異常だ？感電している相手へのダメージが増加するみたいですね。普通に便利だ。お、なんだこれかなり面白い。マナコストが上昇して、代わりに威力が上がるみたいですね。さっき覚えたマナバッファーもあるし、強そうだ。では、あとはマナを強化する感じで。マウントはどうでしょうか。ああ、なんだろうな、どこかで見たサイズ感。この状態でもダブルジャンプできますねー。今のところマウントの利点はよくわからんけどな。おお、案外遠距離に届く感じですね。
これを見ると、モグワイも後で呼び出してスノーボールを試しておくか。で、末期も光源モンスターです。マナ回復も108なので、これで回ると思います。で、チャンピオンってどれと戦うんだ？そうですねー。あとはミニタウルスと亡霊なので。ミニタウルスは非弱点で、亡霊は魔法だったか。そういう意味だと末期はちょうどいいですね。頼もう。最初はタウルスから。相手は16レベルか。末期、萌え、粉雪。お、粉雪にするのか。ですです、基本的にシールドを延々かけてもらう感じですね。タウルス相手ならクイッケンでもいいか。物理だけみたいですからね。おお、ボルテージなかなかいいな。ふう、あれくらいなら全然問題ないですね。クイッケンも早速効果あったしな。おお、もうやけども20にかかりましたね。シールドと迷いましたけど、凍結期待で。無事に入ってくれたぞ。やけども30。おお、これはなかなか。うわわ、一気に持っていかれましたね。さすがにフルオフェンスで強化されてるだけはあるか。それなら回復するまでですね。これでいけますかね。さすがに足りんか。うっは。シールドなければと考えると怖いな。ビクトリー。お見事。パフォーマンスがどうかと思いましたけど、無事に行けて何よりです。しかし、すでにミニタウルスは拾ってたからこれまた預け駅かな。では、最後に亡霊です。メンバーはさっきと同じで行くか。ですかね。で、そうです亡霊は魔法しかしなかったですね。完全に手癖でやってたな。ちょうどレベリングしてる時に物理ばかりだったんですよね。そういや、亡霊は状態異常耐性持ちだったか。ああ、そうなると感電でのダメージ増加も 25% とかになるんですかね。そうかもしれん。まあ、効かないわけじゃないなら叩き込むだけですね。火炎ばかりで熱い試合だ。ここらで冷やしておきますね。これならシールドは抜かれないかな。このまま削り切りましょう。ビクトリー。おーし、よくやった。粉雪ちゃんの守りがかなり便利ですね。これで亡霊の卵もゲットだぜ。確か亡霊もイグナイトでしたよね。だなぁ。それじゃ別段出さなくてもいいでしょうかね。ジャーナルに載せるときくらいかねー。
あ、チャンピオンの卵は警告出るのか。あれ、文句って出ましたっけ。気にしないでおこうぜ。いつの間にかモグワイも増えてましたね。なんでかっていうとレベリングが鉄集めに雪山だったからな。おお、かなり上がりました。すでに3列目か。もう預けられないとか言われたらどうしましょうね。それはそれで何匹までいけるか見てみたいけどもさ。レベルバッジも結構あるので、末期に使いましょうか。割と気に入った様子。で、レベリングの時に聞いたんですが、サンクチュアリを旅すれば、アインのだけじゃなくモンスターは強くなる。敵のレベルは、お前がモンスターのいる部屋に足を踏み入れた回数で決まる。ああ、これは結構逃げてたからな。だから敵のモンスターの成長に遅れないように、出会った敵は全て倒していけ。サーチ&デストロイ。いや、それはいいんですが、録画的にはとても面倒な仕様ですね。どうしても全員倒すとなると時間かかるもんな。それではワープできるところはワープして、ちょいと承認の確認だな。ヘビーメイスってどういうのかと思いましたけど。ああ、ヒクリティカル時に威力アップか。基本的にクリティカルを上げていったりしてるので、これは別にいいですかね。で、調べたかったのはこれです。ああ、副職人のばあさんにもらったやつか。ちょっといけそうな子たちに試していきます。ふむ、手持ちだといないか。雪山の子だと思うんですけどね。あとはモグワイとミニタウルスとかか。ミニタウルスなら確か卵が2個ありますけど。さっき警告されたしな。でも確かメガタウルスがいるってことを考えると。そうか、ミニタウルスって可能性は結構あるのか。ではジャーナルのこともありますし、お試しで。名前はどうする。これはすでにピンときてます。ゴズ。わかりやすい。ミノスかゴズで悩みましたね。進化はどうですかね。いけるじゃねえか。おお。あ、そういえばスキル確認してませんでした。ステータスもわかりやすいのを金で使いやすそうか。確かに育てやすそうな感じですね。 HP も高めだし、前衛って感じだな。進化させてみましょうか。進化すると斧はなくなっちまうんだな。そういえばそうですね。あれ、物理が下がって魔法が伸びたな。でも HP は高くなってるので総合力はありそうでしょうか。マナ回復とかも落ちてるから、進化といっても単純に強くなるとは違うよな。楽しみではありますけど、編成するときにガラッと変わるかもですね。通常のパンチもなくなってフリーズパンチ1本になってるのか。あ、全体回復とかありますよ。戦士からパラディンになったみたいな感じだな。ジャーナル見ないとわかりませんけど、顔つきも若干優しそうですもんね。非常におとなしいとか書いてあるぞ。
これは見た目通りの感じ。アビリティも変わってるもんな。進化も奥が深いです。といったところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。それではまた。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価もお願いします。